ボートレースはこのアラフォー賞シリーズ初日終盤戦に入ります。11、12はポイントアップのレースです。11レース特別選抜戦です。コースには1、2、3、4、5、6枠なりでしょうか。先ほどは強い風が吹いておりました。現在風の方ほとんど落ち着いて、およそ1、2メートル、波高1、2センチの水面コンディションです。西寄りのスタンド側からの右横風と思われます。まずインコースには1号艇東京一ノ瀬明が入ります。2コース2号艇岡山井川大作、3コースに3号艇静岡吉村誠1、2、3、4コース角4号艇福井寺島優、5コース5号艇広島佐々木秀樹、6コースに6号艇大阪笠木宏之です。まずここもやはり A 級メンバー、内枠3人 A 級トリオ、そして5番の佐々木も A 級 A1 です。この4人の組み合わせが人気のようですが、5番の佐々木は今日前半戦は転覆、その影響どうでしょうか。一方1番一ノ瀬、2番の井川ともに前半は白星です。3対3、外3艇から進入開始。進入コース、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。第11レース特別選抜戦、1秒前、スタートしました。内2艇、まずはいいスタート。5番、6番も伸びてまいりまして、1周の1枠へ。さて、まずインから先手を取るが1番の一ノ瀬、2コースから2番の井川が指す。さらに5番、4番もついておりますが、まずトップ争い2番、1番並んでいます。後ろ5番、4番、こちらも3番手並走状態。後続6番、3番も並んでいます。スタートは正常でした。まもなく第1ターンマーク、内の2番の井川からその外を握って1番の一ノ瀬、3番手は5番の佐々木か。上位3手、これで2番、1番、5番です。トップ争いから今単独先頭2番の井川大作、2番手1番の一ノ瀬明、3番手単独3番手5番の佐々木です。後続4番、3番、そして6番の順、2番井川、1番一ノ瀬、5番の佐々木で少し振り込みましたが、3番手はなんとかキープ。後ろから4番の寺島が4番手接近中です。先頭2番手、3番手定間大きく空いております。あとは3、4番手5番の佐々木秀樹の後ろ、4番寺島優がまたじわじわ接近してまいりました。2周の1ターンマークです。2番、1番、5番、4番で折り返しです。上位3点は変わらず、2番井川、1番一ノ瀬、3番手5番の佐々木秀樹、後続4番寺島、3番吉村、5番手最後6番の笠木です。最終第1ターンマークです。2、1、5の順で折り返しました。序盤は2番、1番、2番井川、1番の一ノ瀬がトップ争い、3番手争いも5番佐々木、4番寺島でしたが、ここはそれぞれ定間を開きまして、2番、1番、5番で最終第2ターンマーク。2番以下はこれで初日連勝目前、2番手1番の一ノ瀬、3番手5番の佐々木秀樹、まもなくゴールです。まず2番以下は大作先頭で5人、2番手1番の一ノ瀬、3番手5番佐々木秀樹です。後続4番、3番、最後6番がゴールいたしました。以上第11レース特別選抜戦でした。